北島町は徳島県北東の平野部に位置する町。板野郡に属し、徳島県内の自治体では最も面積が小さい。また、四国地方で最も人口密度の高い町村でもある。かつては日清坊徳島工場や東亜合成化学徳島工場、そして東方霊園徳島工場などの企業城下町として栄えた北島町だが、近年は 徳島市のベッドタウンとして発展を続けてきた。特に大浜地区では大型商業施設の富士グラン北島が開店して以降急速に宅地開発や商業施設の立地が進んでおり、徳島県内でも有数の発展地域となっている。町の人口密度は1平方キロメートルあたり2568.2人で四国の全市町村の中で1位10月現在。 また、隣町の藍住町は、同3位。2位は、香川県の宇多津町である。北島町は、吉野川川口の三角州上に位置している。町の北側を、旧吉野川が、町の南側を今切れ川が流れており、両河川が、氷炭のような形の中洲を形成。そのちょうど西側にあたる地域が主に、北島町となっている。なお町内に山はなく、 起伏もほとんどない。富士グラン、北島四国旅客鉄道高徳線が徳島、北高校付近で町内を通るが、駅はない。かつ水駅や吉成駅が利用可能な地域がある。ありがとうございます。